STU48 が瀬戸内の魅力を紹介する企画、瀬戸リスト。今回は徳島の大塚国際美術館です。こんにちは。今日よろしくお願いします。大塚国際美術館の山川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大塚国際美術館は約1000点の陶板に原寸大で忠実に再現された西洋名画が展示されています。この美術館ではどんな作品でも写真を撮ることができるんです。陶板で焼かれた作品は軽く触ることもでき、絵のタッチを感じることもできます。どうぞ。はい。お二人はゴッホはご存知ですか？はい、あ、知ってます。聞いたことあります、はいはい、実はこちらのコーナーが、はい、ゴッホの作品でアルルのゴッホの部屋という作品があるんですが、はいはい、こちらを空間ごと再現した、はい、これ通りな、ね、この絵のまんま、すごい、すごい。作品は当館の館内にも原寸大のものが、はい、大きいやつの、はい、こんな和の絵もあったんだね。そうです。ゴッホは日本の浮世絵等も好きだったので、自分の絵を描くときにも浮世絵の影響を受けて描いたっていう風に。すごい。展示されている絵の中にはこんな不思議なものも。この部屋はですね、肖像画が人の顔を描いたような絵が多いんですが、正面の絵がドイツ人画家のホルバインという画家が描いた大使たちという作品です。2人の男性が描かれているんですが、はい、ちょっと怖い部分がこの中に潜んでいまして、怖い部分、はい、実はですねこの絵ですね、はい、正面から見るとわからないんですけども、はい、ここに立ってみるとちょっと変わります。見方が変わるの？すごい。おお、え、何ですか？怖い。え、やりたい。めっちゃ分かんなかった。おお、え、すごい。え、これがめちゃめちゃ骸骨に変わります。そうなんです。すごい。ある一定の位置から見ると頭蓋骨が見えるように。よくですね西洋絵画の中では、例えば上の方の棚にですね、男性がこう肘を置いてるとこですね、はい、学術を表すような天球儀とか日時計とかが書かれてて、それと一緒に頭蓋骨を描くことで、どれだけこう知識のある教養のある人物であってもいつかこう命が果ててしまう、この世の中は虚しいものだというのを表すときに、こういうふうな頭蓋骨がよく一緒に描かれます。レオナルド・ダ・ヴィンチはご存知ですか？はい、はい、聞いたことある。はい、これがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐という作品です。習いました。はい、反対側もぜひ。向かい合わせに展示することで、修復によってどこが変わったのかというのが見比べることができるようになっています。やっぱ全然違いますね。もともとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いていた姿があちらの姿で、そこに別の人が色を足してしまったりとか、汚れが付着してこういう風になってしまったと考えられていますね。ここにはモナリザも展示されており、ルーブル美術館で展示されているものと違い、木の柵や防弾ガラスなどがありません。間近で鑑賞することで細かなディテールまで見ることができます。他にもこんな面白いコーナーが。フェルメールの真珠の耳飾りの少女に変身できるコーナーです。これから真珠の耳飾りの少女になります。いただきます。これで合ってるのかな？なんか多分こうだよね。
見事に真珠の耳飾りの少女になりました。今回の徳島の旅で海の恵みと美術の楽しみ方について学びました。ST48 の滝野由美子です。矢野穂乃香です。次回のセットリストは山口県下関です。見てね。